夏の曲のオリジナル曲を歌いたいと思います。聴いてください。花火。次は冬の曲を歌いたいと思います。なんか忙しいです秋は何かアルバムの話をしてぜひしてください。あの
そこの外出たところで物販がやってるんですけど、その今何曲か歌ってるやつとかが入ってるファーストアルバム、初めてアルバムを作らせていただいて、それが始まりっていうタイトルのアルバムなんですけど、これからが始まるっていう意味でつけたタイトルなんですけど、あのですね、曲順がですね、自分のイメージで春夏秋冬のイメージで並んでるんですね。で、今から歌う曲は冬の曲なので、まあ最後の方に入ってる曲なんですけれども最後の方に入ってる曲なんですけれども、あの今日ここで歌わへん歌とかも入ってるんで、ぜひあの帰り際っていうのあの終わった後とかでもぜひあの手に取っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。今はチップボックスがですね、ここもチップボックス、はい、言われんかチップボスボスグボスグちゃうわボックスチップボックスもあのぜひよろしくお願いします。2つあるんですね2つがワンタンになるくらいなかなか大きく出ましたぜひよろしくお願いします。それでは冬の曲、鎌倉という曲を歌いたいと思います。聴いてください。鎌倉。あなたの作った鎌倉の中にろうそくが灯る、まだ待ち続けちゃう、
元気出させてもらって元気が湧いてくるなって思って、その私が、一番元気をもらった大丈夫という曲を歌いたいなと思います。聴いてください。大丈夫。涙を流した君にしか浮かべられない笑顔がある。そのままの君で大丈夫。こぼれ落ちた分だけ強くなる。大丈夫。
今何時ですか？今4時27分になりました。楽勝ですね。楽勝ですね。あと10分くらいできるんじゃないですか？おおおいいんですよ、いいんですよ。何ですか？もしくは喋っていただいても全然大丈夫です。いい、喋るんですか？アルバム作った時のね、アルバム作りました。作ったんです。あ、あそこに今 CD を掲げてください。あれなんです、あれが私の初めての。ありがとうございます。あげてください。なんですいつもこうやってギター持って歌ってるじゃないですか。でレコーディングの時にあのギターを下ろす、初め下ろして歌うんですよ。やっぱり皆さんなんかね、リラックスした状態でマイクに向かってギターはもう置いといて別撮りで、それでレコーディングするんですけど、なんか自分がギターを置いてしまったらやたら緊張してしまって、弾いてないのにギターを持ちながら歌ってますよ。ていうかね、すごいです。このニナちゃんが持ってるギターはそのパワーを制御するための楽器で、これ下ろすとむちゃくちゃバーンって出ちゃうんですよ。すごい飛んでいっちゃうんで、なんか制御できなくなるんですよね。開放感が、そう、開放感が、もうそのドラゴンボールでいうなんか今度いっぱいつけてる状態なんですよ。それ外すと、もう途端にね、すごいバーンってパワーが出ちゃうんで、ね、ちょっとりょうちゃんごめん、ギター持って言われてでね、ちょうどいい具合にね、歌えるようになる。本当不思議でしたね、あれもね。もう秘めてるもんがすごいんですよ。そうなんです。そういうこととかもいろいろありながらできたあの初めてのアルバムなので、ぜひ聴いていただけたらと思います。よろしくお願いします。なんかあれがありますバンドワンマンがね。あ、そうなんです。5月17日に心斎橋ミュージッククラブジャニスというところで、初めてその地元大阪生まれ大阪育ちの地元なので、その大阪での初めてのワンマンライブをさせていただきます。ありがとうございます。それでですね、何をしたっけ、ぜひ来てほしいんですけどそこ忘れたぜひ来てほしいです。今日あのそのワンマンライブのチケットもそこの、アルバムとかと一緒に頑張っ、そうです、ちょっと掲げて、ありがとうございます。皆さん用意が素晴らしい。そんな感じでありまして、はい、いろいろ書いてます。それは買ってからのお楽しみなんですけど、あの後ろにね、住所とかも注意でそう、マジで分からないのを楽しみとかも書いてたりとか、そうなんです。わ、頑張ります。ぜひ来てください。よろしくお願いします、はい。そして今日は、ね、スペシャルスタイルということで、メガネをね、メガネを今日初めてですよ、メガネかけながらライブで歌って。僕もですよ本当にね、もうメガネミキさんでやらせていただきたいということでね、こメガネ多分今日会場皆さん出る頃にはね、全員メガネを出られてる。今かけてる方は新しくなってるメガネのミキさん、そうなんですよ ね、新鮮ですね。それじゃあ、はい、続いては、おっちゃんというオリジナル曲を歌いたいと思います。聴いてください、おっちゃん。小学生の頃からずっと一緒にいたおっちゃん、家の鍵忘れた時は急におっちゃん家行ってたね。毎週土曜日になったら一緒に朝から運動して、それが終わったらいつもアイスを買って食べてたね。あれから時が過ぎ、うちも大きくなって、昔のどう
年何回も聞かれたな。年に2回はキャンプ一緒に参加して遊んでたな。第2日曜日になったらずっと車で近所回って、たくさんのゴミを集会所へ一緒に集めたな。あれから時が過ぎ、おっちゃんは小さくなった。Thank you.
という曲でした。こういう時カバーしたらよかったんですね。歌いながら思ってたんです。あのカバー曲、皆さんの知ってる曲だって、う何歌う何歌うってなって、そこでなんか今のはね、私の曲歌うじゃないですか。いや私の曲でいいですか。あ、そうですか。全然ですよ。なんか知ってる曲やったらなんかおおとかうーってなるけど、返事待ちって言った瞬間、何何それみたいな感じの空気を受けて、もうだってもうみんな全員今ので分かってもらえたから、ね、そうなんです。僕は歌う、僕は歌ってもいいよ。じゃあそんなもんで、そんなもんでそんなこんなで、あの次の曲で最後の曲を歌いたいと思います。ありがとうございます。いや嬉しいですね。ではですね、流しちゃった。多分皆さん5月に来ていただけますからね。あ、そうですね、はい、もう一回最後に言っときます。5月17日、夜7時から心斎橋ミュージッククラブジャニスというところで、初めて地元の大阪で、ワンマンライブをさせていただきます。ぜひ来てほしいです。よろしくお願いします。最後に、笑ってというオリジナル曲を聴いてください。お願いします。よろしくお願いします。
願いします。ありがとうございます。そうです、 CD とあとワンマンライブのチケットと、はい、よろしくお願いします。